番線が来たので搬入する物品のチェックです。北の桟橋へ定期的に食料と日用品を運んでくるんです。そういえばドクターにお渡しする薬品類も届いてるはずですが。これでようやく仕事ができますね。すいません、この荷が最後なんでサインお願いします。サインお願いします。そうっすよ。ドクターの使う薬品ですからよろしいのではないでしょうか。どうもすいませんでした。はい、そうっすよ。じゃあ本社の方に回して。え？いや、それは。仕方ないっすね。何をお話しされてたのですか？頼み事？
あの、その子が何か。はい。あ、お待ちください。ドクターにそのようなことはさせられません。いけません。どうぞ、雑事はお任せください。そのために私たちがいます。ありがとうございます。出雲のこと心配してくださって。他に飲める人いないんだもん。ダメだよ、彼女お堅いから。お酒を飲むなんて言ったらメガネをキラーンとさせて。ジェーン、飲酒の許可は取ったの？ドクター。
事が終わってからでいいよね。どうだね、ドクター。この屋敷には慣れたかね。他に何か。そんなものは気にせんでよい。使用人など、顎で使ってやればいい。ドクターはこの私の命を預かるお方ではないか。私の方こそ聞きたいぞ。ドクターはどうしてそれほど自分を下に置きたがる。意味だと？さてさて、奇妙なことを言い出すもの、では聞こう。君は階級についてどう思うかね。その通り。それは囚獣関係。忠誠と信頼によって成り立つものだ。それがなければ従者ではなく奴隷だよ。私は使用人を雇っているが、奴隷を使っているつもりはない。ただし貴賤のけじめはつけねばならない。私から見るとドクターにはその感性が欠けておる。人の貴賤はその生きる役割によって決まるのだ。ドクターはこの屋敷で生きることを選んだ。その時点で君の役割はすでに決定しておる。あとはその身分にふさわしい素養を身につけたまえ。
気にしない、いいからどんどん飲もう。
人の女はそう簡単にうんとは言わないの。それはそうと、なんだか暑くない？なんか期待してない？夜のお散歩、私、お月様が見たくなっちゃった。じゃあ行こうよ。映画みたいだよね。こういうのを見たことあるよ。月影に照らされた噴水、そのわずかな光を頼りに小説を読んでる少女のもとへ旅先で知り合った愛しい人が訪ねてくるの。ううん、不倫の恋だったから。その二人はこんなに酔っ払ってなかったよ。なんか酔ってること思い出したら気持ち悪くなってきちゃった。私、ドクターが来る前に一本開けてるよ。そういうこと言わないの。あ、なんか本当にクラッときそう。大丈夫大丈夫、これくらい。私、ここでいいや。水が飛んできて気持ちいいの。ドクターもこっち来なよ。あ、あれ？ここ、背もたれがない。今、シャワーを浴びさせてます。いえ、いつものことですから。それより、隣のクリスさんに見つからないように、今夜はもう、これで…お預かりします。こちらこそご迷惑をおかけしました。